って、これも水が少し多少入りますと、これで、まあ、みんなで稲刈りを全校生徒でやって、で、釜でやって、そういうのも稲でもですどんどん毎年12月31日に、西暦元年1751年にここに再建されました。鐘が2つあったんですけど、1つは沈んでしまって、で1つはこの引き上げられたものになってます。ためのぶ弘前藩の海水。雨じゃない。遅い遅い先生。またよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今のお席の方もいらっしゃいますので、そのまま答えを。